こんにちは、ゆかりです。今日はリクエストをいただいていた私の英語勉強ルーティーンを皆さんとシェアしたいと思います。But actually, I have a confession to make. 皆さんにお伝えしなきゃいけないことがありまして、私ちょっと前に英語の勉強もやめたんです。ちょっと待って、この間3年半毎日英語を続けられる理由っていう動画アップしてたよねって思った方もいると思うんですけど、どういうことかっていうと、ある日突然もう英語勉強したくないなって思っちゃったんですよ。それまでも英語の勉強大好きだったし、参考書を開いて英語の深い意味を知っていくのとか大好きだったんですよ。でももういいかなって思っちゃったんですよね、ある日突然で。私のモットーとして、やりたくないことはやらない、やりたいことだけやるっていうのがあるので、もうやりたくないことをやめようと思って、そしたら勉強をやめることになってしまったんです。そもそも勉強っていう言葉って学問を学ぶっていう意味もあるんですけど、でも実は気の進まないことを仕方なくやるっていう意味もあるんですよ。漢字見ると分かりますよね。勤めることを強いるってことは無理やりやっぱりやってる感があるじゃないですか、どうしても勉強って。でも私は英語話せるようになりたいし、もっと上手くなりたいし、英語大好きっていうのは変わってないので、勉強することはやめたんですけど、代わりに使うことにしたんです。もしくは英語を生活の中に取り入れる、これをやり始めました。もちろん前から使ってはいたんだけど、その幅をもっと増やしたっていう感じですね。なので今日私がどうやって英語を使っているのか、どうやって英語を日常生活に取り入れているのかっていうのを、私のルーティーンをお見せすることでシェアしたいと思います。まずは朝、私はだいたい最近7時から8時ぐらいの間に起きて、そしてまずやることは朝食を食べます。そうなんです、もう起きてすぐ私は食べる派なんですけど、この朝食の時にずっとひたすらシャドーイングしてます。There are intellectual risks, and physical risks, and financial risks, and emotional risks, and social risks, and ethical risks, and political risks. People are nexus.シャドーイングっていうか、もうかぶせて言っちゃってますね。後から続いて言うんじゃなくて、聞いてる英語を全部覚えて、その上からかぶせてオーバーラッピングしながらやってます。ちなみに私はご飯を用意するとき、作るとき、そして歯を磨くとき、朝私がする行為のときはずっとこの音源を流して、もぐもぐしてるとき以外はオーバーラッピングをしています。ここでのポイントは、同じ音源を何度も何度も繰り返し聞いて、そして覚えて言えるようになる練習をすることです。このシャドーイングとかオーバーラッピングの練習をしようと思ったときに、1回の動画につき数回とか数十回やって次っていう感じだと、あんまりやっぱり効果がないです。私は何でもそうなんですけど、狭く深く一つの動画につき完璧になるまでやって、でできたら次。私はこのテッドトークはだいたいどうだろう、100回は絶対聞いてて、200回いかないぐらいかなっていう感じですね。だからすごいね、速度は遅いんですけど、こっちの方がスピーキング、リスニングには効果があります。いつもオーバーラッピングしてるのはテッドトークなんですけど、最近は好きな海外の YouTuber の英語をですね、全部書き出して覚えて、そしてオーバーラッピングしています。そして朝食の後はメイクですね。メイクする時もひたすら流しています。 And it becomes clear very quickly that risk taking is not binaryなので、朝はとにかくどこに行くにもずっと聞いて、ご飯作る時も横に置いて、でオーバーラッピングしています。メイクし終わったらその日によってバラバラなんですが、レッスンが詰まっている日はレッスンの準備をして、そうじゃない日は私が運営している英語マガジンの動画を作ったり、 YouTube を編集したりしています。私が日々やっている英語を日常に取り入れる方法として、まずこれも前動画で説明したんですが、スマホ、タブレット、ラップトップ、全てを英語設定にしています。言語を英語設定にすることで、今まで私たちが普段使っている言葉なんだけど、英語では何というか知らなかった言葉が学べます。例えば複製ってあるじゃないですか。私は毎回レッスンで使う教材を自分でキーノートで作っているので、前のレッスンの複製して新しいの作ったりするんですけど、複製ってなんていうか英語で分かんなかったんですよ。でも英語設定にすることによって、複製ってデュプリケートって言うんだ、コピーじゃないんだとかね、そういうことも学べたりします。もちろん Siri も英語です。 Hey Siri, what time is it?1336. 私のシリはアメリカの男性なんですけど、 Hello, how's it going? Good, good, how are you? I'm fine, thanks for asking. Set the timer for 20 minutes. Okay, 20 minutes and counting.
あと日常的にやっていることは、私はブログを書くんですが、もちろん日本人の方に向けて書いているので日本語で書くんですけど、でもその前に一旦頭にあるものを全部英語でバーって書き出します。その後に日本語で書いて、英語はブログの一番下のところにつけたり、自分の思ったことを、自分のブログで書きたいことをまずは英語にする。 YouTube の原稿作りも英語で今はやっています。皆さんの場合はもしブログを書かないのであれば、日記つけている方は日記を英語で書くとか、スケジュール帳をつけている方はスケジュール全部英語にするとか、そういう感じで日々自分が何かしら書くものをですね、可能な限り英語にしていくっていうのをやってみてはいかがでしょうか。そしてググる時も英語です。最初はやっぱり英語のサイトを見て理解するっていうのは難しいんですけど、その場合は日本語で全然検索しちゃって OK で、日本語で検索して調べたいことを大体理解した時に、そこからまた英語に戻って同じの見たりすると、今度は理解できるようになったりするんですよ。それってこの短期間のうちで成長してるじゃないですか。でももし最初から日本語で検索してたら、この成長ってないわけですよね。なので必ず最初は英語で検索するようにしています。あとゲーム、なるべく英語版を買ってます。で今回動物の森がすごい欲しくて、日本語版を買ってしまったらもうずっと日本語を見てるわけじゃないですか、ゲームやってる間。あ、それはいかんなと思って、英語版があるのでそれを Amazon で見つけて買おうと思って、でも Nintendo Switch ないと思ってないから買わなきゃと思ったら、今どこにも売ってないわけですよ。あったとしても倍ぐらいの値段がするわけなので、そうなのでね、買えないんですよ。でもね、動物の森は在庫あるから買えるのとかね、任天堂スイッチライトだけなんですよ。だからちょっとゴールデンウィークとか開けてね、落ち着いたとしたら、スイッチライトを変えたらいいなって思ってます。こういう風な感じで私はできる限り日常に英語を取り入れるようにしています。最初はね、やっぱり時間かかるんですよ。日本語だったらね、すぐ理解できるものが英語だったら時間かかるじゃないですか。きついんだけど、これ続けてたら絶対慣れてくるので、この方法だったらさっき私が言ってるようにシール勉強しなくていいんですよ。だって日常に英語が溢れてるから、こっちの方がなんかこう良さそうじゃないですか。楽しいというか自然に学べる感じがしません？そして時間があるとき、海外の YouTuber の動画を見ています。これも前に言ったことなんですけど、英語を学ぶんじゃなくて英語で何かを学ぶんです。これが早く英語を習得できる道で、去年の夏ぐらいにクロップトップスね、こういうやつあるじゃないですか。それをリメイクしたくて、それも海外の YouTuber さんを見て、そこから英語で学んだりとかして。 First, fold over the old hem up to the safety pin, then pin it in place, then sew all the way around, then trim off the excess, then fold down the new hem, then realize it looks really awkward, then freak out and cut all of it off, then realize it looks even more awkward with a raw hem, then realize you never should have tried to crop it to begin with. 英語が分からなかったとしても、そのやってる様子はビジュアルで見れるわけだから理解はできるじゃないですか。で、私はもちろんこれだけでは終わりません。朝のルーティーンでやった通り、その文章も全部丸暗記して、同じ速さで同じ発音で言えるようになるまでもう繰り返し練習してます。そして火曜日、毎週火曜日に私は英語のプレゼン会というものを運営しています。 Hi everyone, today I'm going to talk about how to speak English like a native speaker。その名の通り、興味のあることを調べてまとめて英語でプレゼンテーションするっていう回なんですけど、火曜日の21時にやってるので、それまでに動画を見つけて、そしてその動画をまとめてプレゼンの資料を作って、そして練習をして、で本番に臨んでいます。 Today I'm going to talk about how to speak English like a native speaker. Here are some tips for youTo speak understandable English. なので火曜日はそのプレゼンの準備が結構入ってきますね。私がこの時にやってるのが、動画の中でトピックを決めるんですね。なんでかっていうと、聞けるから英語がリアルな。で、その聞いた英語を全部丸暗記するんですよ、私。また出ました、丸暗記。そう、でも丸暗記がね、一番いいんですよ、やっぱり英語には。なんで丸暗記するかっていうと、新しいフレーズが覚えられるから。だってそれ丸コピしたら、ネイティブが使ってる新しい表現が覚えられるわけじゃないですか。そこで自分が今知ってる言葉だけでやっちゃったら新しい学びにならないですよね。まず聞いて覚えて、一人で発して、そして人前でも発するっていう、この段階を踏むと、もうその表現めちゃめちゃ自分のものになってるんですよ。私はこのプレゼン会を自分のインプット強化のために使っているっていう感じです。そして水曜は読書会があります。1個前にね、私の人生を変えた本っていう動画を紹介したので、皆さんご存知かもしれないんですが、もう本大好きなんですよ。で、洋書も大好きで、まあそこにいっぱいあるわけなんですが、読書会って何かっていうと、事前に洋書を読んで、そしてみんなの前であらすじだったりとか感想をシェアするっていう回ですね。 How is a happy mouse? Did you know that? I don't know. No. He loved to work in summer's evening, and his favorite part of his long summer walk was
meeting other animals. Today I'm gonna introduce this book. I have no idea how many times I watched. I love it so much. Yeah, that's why I bought this book. Before that, I'm gonna tell you that why I love this story. Because it's a story about life and travel.これが水曜日の8時もしくは9時ぐらいにあるので日々洋書を読むようにしてるんですが、だいたい月か水ぐらいで集中的に読んで読書会に備えます。結構本とか私好きだから持ってはいるんですけど、なんとなくこう途中でやめちゃったりとか読まなくなっちゃったりとかしてたんですけど、この読書会のおかげで毎週毎週一冊読み切るぞっていうこの強いモチベーションになっています。また別の動画でおすすめの洋書を皆さんとシェアしたりしたいなとも思っています。この読書会は私は全部言うことは自分で考えます。なのでアウトプットですね。アウトプットっていうのは自分の頭で文章を組み立てて発することなんですけど、読書会の場合は本を読んでそこからまとめをして、そして自分の感想とかみんなに聞きたいことを質問してディスカッションとかするわけなので、これは全部ですね自分の今までのインプットの知識を総動員して文章を組み立てて、そしてみんなの前で発表しています。この読書会のおかげで格段に読むスピードは上がりました。私児童書キッズ向けの本があんまり楽しめないってことに気づいたので、少なくともネイティブの16歳17歳以上ティーン以上の本を買うようにしてるんですよ。でそういう本を買うとやっぱりわからない単語もあるわけですよ。私はいちいち調べないんですけど、毎週毎週読むようにしてたら、そのわからない単語があっても飛ばし読みっていうのなんて言うんだろう、全体から理解できる能力がより高まったなっていうのがより高まったなというふうに感じています。ポイントとしてはこれもいつも言ってることなんですけど、アウトプットできる場をぜひ皆さん作ってください。よく悩み相談をいただくのが、英会話スクールに通ってるんですが、もしくは留学したんですが伸びてる感じがしませんと、どうしたらいいですかっていう質問をいただくんですけど、その理由は英会話スクールに行ってる時間、もしくは留学して語学学校に通ってる時間以外の時間で英語を学んでる時間が少なすぎる。英会話スクールって大体1週間に1回とかじゃないですか。で1時間だとしましょう。そしたらこの英会話の1時間以外の6日と23時間、この時にどんだけ英語を使ったり調べたり見たり聞いたり読んだりするかっていうことなんですよ。だからなんとなく英会話に毎週通ってるだけだったら、それはまあ伸びないです。生徒さん見ててもそうなんですけど、この1週間のこの時間のためにどんだけ用意してくるかなんですよ。この時間を有効的に使える人っていうのはどんどん英語が伸びていくわけなんですね。そういう意味でこのサークルっていうのはすごくいいです。やっぱり私たちなかなかその時間とか意識して作れなかったりするので、強制力を発揮するために何かアウトプットしなければいけない場を持つ、しかも先生がリードしてくれるとかじゃなくて自分が回さなきゃいけないような場を持つっていうのは本当に本当におすすめです。そして夜 Netflix を見ています。私は日本語字幕をつけません。英語字幕だけで見ていて、もう全て理解しようとせず、夜だしゆっくりしながらなんとなく映像からとか役者の表情とかそういう視覚情報を加味して全体で理解できればいいやっていう緩い感じで見ています。 Alright, that's it for today. How was that? This is my routine. 英語を使うこと、そして生活にできる限り取り入れることですね。勉強ももちろんいいんですよ。文法とかね、学ぶこと大事だし、私はその文法を学んだおかげで喋れるようになったので大事なんですが、ある一定のところまで来たらやっぱりお勉強を捨てて使う時が来るので、皆さんがどの英語レベルにいようとできることは絶対たくさんあるので、英語を使ってみてください。 Alright, thank you so much for watching. See you guys next time. Bye bye.